バサは、ナマズイモク、アンガシウスカに属する、淡水魚である。東南アジアのインドシナ半島を流れるメコン川や、チャオプライア川の流域が原産である。肉は美味で、食用にされ、大規模養殖が行われている。ベトナムではカバ、サカーバサと称し、重要な水産資源、かつ重要な輸出品目である。北、アメリカやオーストラリアでは、バサフィッシュ、または、 母皇帝と表記される。イギリスでは、パンガシウス族のすべての種は、リバー・コブラー、コブラー、バサ、パンシャス、パンガ、またはこれらにキャットフィッシュをつけて表記しなければ、ならないと法律で定められている。他のヨーロッパの国では、パンガシウス族の魚一般にパンシャス、または、パンガとして販売される。別種のカイアンやピー・パンシャスが誤ってバサと表記される、こともある。 日本では、ベトナム産養殖ナマズのほかバサ、パンガシウスなどと表記され、スケトウダラなど、従来ある白身魚の価格上昇や不足に対する代替品として、輸入、販売が増えている。体つきは、いわゆる外国なマズであり、腹部がどっしりして、下食部である、体側筋が分厚い。丸い頭は扁平で幅が広く、先が丸くて、幅の広い興奮は、周囲に、 肉ひげがあり、尾甲部に白い線を持つ。120センチメートル程度まで成長する。バサは植物を餌とする。洪水期の前に散乱し、幼体は6月頃から見られ、6月中旬には平均約5センチメートルほどになる。バサはすぐに調理可能な冷凍のフィレとして販売されることが多い。2002年、米国はベトナム政府から資金援助を受けた。 ベトナム人の輸入業者が、米国市場で、ナマズ類の P ボコ港機と P ハイポーフサルマスを不当連売し、公正な競争を阻害しているとして、ベトナムを求断した。アメリカのナマズ養殖業協会は、最初これらの魚をナマズの名で売ることを禁止するよう議会に圧力をかけた。2003年にアメリカ合衆国議会は、輸入魚に新たな関税を課すとと,ともに、 ナマずと表示された魚の輸入を禁止する法律を通した。アメリカ食品医薬品局のルールの下、アメリカナマずかの魚のみナマずとして販売することができた。その結果、ベトナム人の輸出業者は、米国市場向けにはバサフィッシュ、または母皇妃と表示して販売するようになった。アメリカのナマず養殖業協会は、これらの魚の価格が不当に安く設定されており、 ベトナム政府もダンピングを支援していると訴えた。2003年にアメリカ国際貿易委員会はダンピングを認め、反ダンピング税を課した。その後、税率は何度も見直され、2014年には税率が最大63.88%に上げられた。また、2008年にはアメリカ食品医薬品局から、 より厳格なアメリカ合衆国の無償に扱いを移した。これらの動きについて、ベトナム政府は保護貿易として強く批判している。ナマズ戦争の絶頂時には、米国のナマズ養殖業者らは輸入ナマズを品質の劣るものと懸念したが、ミシシッピ州立大学の研究者は、58名を被験者とする20毛検法の味覚試験において、 輸入バサの方が好ましいとした人数は、米国ナマズを選んだ人数の3倍に上った。このような対立にもかかわらず、ベトナムからアメリカ合衆国へのパンガシウス族の輸出は増加傾向にあり、2016年の輸出額は17億ドルに達した。イギリスでは、バサは、ベトナミーズ・リバー・コブラー、リバー・コブラー、または、バサとして知られる。 タラやコダラ等の白身魚の安価な代替品として生または冷凍の状態で大きなスーパーマーケットで販売される。ヤング SC フード社では冷凍魚製品にこの魚を用いバサとして販売している。バサの輸入は他の輸入食品と同様に厳しい EU 規制のもとにあり発展途上国輸出振興センターのパンガシウス。 製品外協報告書で示された通り、イギリスの取引基準局の担当者は、フィッシュチップス業者がバサを不正にタラとして販売しており、タラの量の半分にも当たると述べている。2009年と2010年には DNA 検査で証拠の見つかった2業者が訴追された。複数の環境団体がバサによって引き起こされる海洋生態系の問題に懸念を示している。 バンクーバー水族館と関連のあるオシンワイズは、バサの養殖が生態系を汚染し、野生種に干渉していると警告した。この団体は、東南アジアの解放作養殖は、天然バサへの病気の拡散に関係している。また、食の質、養殖場運営企画、天然飼料を養殖に用いることの、生物的影響にも懸念がある。と書いている。 モントレー米水族館は懸念は持っているが警告はしていない。両団体とも米国の養殖なまズをより持続性のある代替としている。イギリスのアズダとテスコが行った試験では、毒性不純物の残留は見られなかった。オーストラリア検疫検査局の試験では、痕跡量のマラカイトグリーンが検出されたが、他の不純物は見つからなかった。 魚アレルギーを持っていない人がバサに対してアナフィラキシー反応を起こした例が一件だけ報告されている。ありがとうございます。